はい、どうも世界一ストイックな怠け者テケテケです。はい、として今回はリョフちゃんについてなんですが、昨日の更新情報で、このリョフちゃんのスキル1の無双状態の時に筋力値ベース防御無視攻撃が、実は乗っていなかったっていう部分が、今日のメンテ明けから修正しますよというような、結構大きなニュースがあって、いや乗ってなかったんかいと、乗ってなくてダメージパーセントだけであの火力だったら、もうどんだけ強くなっちゃうんだっていう話ですが、はい、今日は新キャラとかもいなかったんでゆっくりするつもりだったんですが、ちょっとこの部分が好奇心をくすぐりすぎて、はい、気づいたら切磋しまくってました。はい、ただ今回のメンテ明けで別に火力アップしてないみたいな話もちらほら出ていたりして、メンテ前からもともと筋力値ベース防御無視攻撃乗ってたんじゃないかみたいな、話があったりするんで、もしかしたらメンテ後から修正するって言いながらメンテ数日前から修正入れてたのを今回まとめて紹介しただけっていうような可能性もあるんですよね。でそこら辺の細かいいつ変わったかみたいのはもう今から調査することは不可能なんですが、一応リョフちゃんに関してはリリースした時に対人戦映像を流していて、300万格上のアーグスなんかと戦わせたりして、どのぐらいそのアーグスに深手を負わせたかみたいな映像があったりするんで、視聴者の方は今回の映像でそこら辺と見比べてもらったり、あとは単純に変わった変わらないって部分もちろん重要ですが、実用的なところで言うと、実際今このリョフちゃんがどのキャラクターにどれだけ深手を負わすことができるのかっていう部分、現状のリョフちゃんの姿を見ることの方が判断材料としては有力なものになると思いますので、今回は単純に切磋しまくってリョフちゃんが今いろんなキャラクター相手にどれだけ攻めることができるのか、どんどん見ていきましょう。さあ、そして今回作ったリョフちゃんは戦力1600万の攻撃力337万から485万と、で細かいステータスはこんな感じですね。筋力値が26万、物理会心ダメージなんかは 288% となってますね。さあ、ちょっと見ていきますか。まずは、約300万格上のアーグス、戦力1900万の細かいステータスがこんな感じになっているアーグス、相手にどこまで攻め切れたか見ていきましょう。まずバリアがあるアーグスなんで、ちょっとバリア壊すのに時間かかりましたが、一回落としてから、さらに殴っていって、落としきるところまで、相打ちになってますが持っていっており、相変わらずの破壊力ですね。バリア込みで、戦力約300万格上のアーグスを落としに行きました。これがちょうどこのリョフちゃんがリリースされた時にアーグスと戦わせたことあるんですが、同じく戦力300万ぐらい格上のアーグス相手に今みたいな流れで、本当にギリギリ落とせなかったんですよね。ただ今回も触れ方によっては落とせなかった可能性あるんで、バリア込みで考えてどうかってところ難しいですが、一つ言えるのは、劇的にそのリリースした時のリョフちゃんからめちゃくちゃ強くなったっていう感じではなさそうですね。リリース当初同様、攻撃回数フルに使っていってやっとアーグスを倒していくっていうような感じ。ちなみに別のアーグス見ていきますか。戦力2000万、先ほどよりさらに格上のアーグスで、声援の兜がレベル190と物理バリアめちゃくちゃ強いのついてて、細かいステータスはこんな感じ。物理バリアで1500万ダメージカットしてきますね。このアーグス相手だと、バリア壊すのに時間がかかってしまい2発使っちゃいましたね。そこからクリティカル連撃出していきますが、これでギリギリまた攻撃届かなかったっていう感じですが、あと 2.5 発ぐらい殴れてれば落とせてましたね。お次は大谷氏、同格1600万の大谷氏、細かいステータスはこんな感じになっており、大谷氏は殴っていきますが、スキル1、1回サイレン使わせて、致死ダメージ無視した後殴り続けて落とすと。いや、ここら辺相変わらずこのぐらいの育成具合同士の戦いだと、やっぱり耐久面どうしてもおろそかになるんで押し切れますね。これ配下金同士だと耐えられちゃうと思います。ちなみに大谷氏2400万ぐらいまで強いやつで、しかもバリアしっかりついてるやつだと、こんな感じの細かいステータスになりますが、まずバリア壊すのにちょっと時間かかりますね。2発目で壊れて、そこから殴っていって、死ダメージ無視から殴っていって、あと少しっていうところですね。ちょっと足りませんでした。700万ぐらい格上の大谷氏で、このぐらいの追い込み具合。今、バリア環境入って、大谷氏の筋力値ベース防御無視攻撃に対する自分の筋力値を使った固定値カットなんかは、これ実はバリア中も、ここのカットの仕方は機能として働くので、神髄共鳴で対象のステータスカットされてしまうと、バリア壊すのに少し時間かかっちゃうんですよね。そういう意味で、リョフちゃん今、バリア環境に少し、連撃回数が多い分、一発一発の筋力値ベース防御無視攻撃は、そこまで強力じゃないので、こういった固定値系カットで、しかも筋力格上の相手なんかにマウント取られるとダメージ伸ばすの難しくなっちゃいますね。お次、ホートちゃん、戦力2100万、500万ぐらい格上、で細かいステータスこんな感じになっており、ホートは筋力値ベース防御無視攻撃、同じく知力値を使ってカットできるんで、このキャラクターにも筋力値ベース防御無視攻撃通しづらいんですが、実際の戦闘としてはこんな感じ。1発目2発3発とで倒していって、1回復活2回復活使わせて、いう感じで、
やっぱり帽子キャラクターとかであれば、まあ、500万ぐらい格上であっても割と余裕を持って落としに行くことができると、まあ、ここら辺の火力は相変わらず健在ですね。はい、まあ、特に宝刀なんかは帽子の中でも筋力に対するダメージカット機能ついてるにもかかわらず、まあ、この暴れっぷりはリョフちゃんの物理攻撃が単純に強いっていうところも相まって、まあ、あまり気にならないレベルで落としに行くことができてしまいます。はい、今度は武将で戦力値が600万格上の源のひろまさちゃん、まあ、ひろまさちゃんに関してもこの神髄共鳴スキルで筋力値攻撃を割合カットできるキャラクターになってるので、まあ、格上で割合カットができる代わりに復活とかがないキャラクター、はい、相手にどのぐらい攻めきれるか見ていきたいと思いますが、はい、こちらに関してもひろまさちゃん殴っていきますが、まあ、格上でクリティカル出てないにもかかわらず、はい、落としきりましたね。まあ、やっぱり復活だとか致死ダメージ無視みたいなやつがない場合にはだいぶ格上でしかも割合カットができるキャラクターだとしてもこんな感じで押し切るぐらいのパワフルさは相変わらずあると。はい、じゃあ武将で硬さと火力両方持ってるキャラクター要戦、はい、1900万、まあ、300万ぐらい格上、細かいステータスはこんな感じになっており、はい、筋力に関しては固定値カットしてくるキャラクター、はい、どうなるか見ていきたいと思いますが、はい、レベル同じぐらいでまあ、クリティカルなんかを混ぜて殴っていきますが、雷害があるんでクリティカルが出てもダメージ伸びきらないんですね。そんなにその状態で殴っていって神器までで、はい、攻撃としては終わってしまいました。で、まあ、返す刀で簡単に落とされてしまうという感じで、まあ、この潔い耐久のなさ、リョフちゃんのこういうとこ好きですね。まあ、ただ武将キャラ筋力カットができる、しかも神器状態雷害状態とリョフちゃんが得意なクリティカルだとか防御無視攻撃なんかを貫通できる要戦には攻撃通しきることはできませんでした。リョフちゃんみたいな攻撃回数が多い代わりに一発一発はそこまで爆発的な火力にならないキャラクターっていうのは要戦みたいなこまめにダメージを受けて途中回復するキャラクターにとってはだいぶ受けやすいんですね。はい、相性の悪さも出ちゃいましたね。はい、じゃあ弓将はどうかっていうところでリコー1800万格上ですね。はい、しかもかなりの声援装備、兜とレベル170と鎧が185ということで物理バリア1525万の疑似 HP ができており、はい、細かいステータスはこんな感じになっていますが、リコーの場合はこんな感じでミスが最初に出てしまうとミスの回数分どんどん硬くなっていくんで結局倒しきれずに返す刀で落とされてしまうと、はい、いうケースがあれば、まあ、最初から攻撃がしっかりこんな感じでヒットしていけば、はい、すぐに落としきると、はい、いうようなこともあり、まあ回避ガチャですね。なんでまあレベル差でこっちが勝ってれば落としやすいし、負けてればミスが出まくって落とせなくなるしと、とこでまあちょっとリョフちゃんの火力とは別のところでの戦いになってきますね。剥がして殴りましょう。はい、でタワラトテちゃん同じ弓将で同格ですね。1600万、細かいステータスはこんな感じになってますが、はい、タワラちゃん殴っていきますが、はい、厳選があるんでね、殴っていって一発厳選消費、はい、二発消費、3発消費して源泉がなくなったところを叩いて落とすというところまで持っていくことができました。はい、バリア付き同格タワラちゃんスキル1で落とすことに成功と。まあ、ただこっちが先手だとタワラちゃんの源泉6ターンしかないんで3回しか致死ダメージ無視できないってところがタワラちゃんにあって、タワラちゃん最大で5回源泉が使えるんで5回分あったら耐えれたかどうかっていうところですが、もう1回リプレイ見直してみると、まあ、まずリョフちゃん1発目ショウちゃん殴ってるんでこの分1発攻撃回数が本来ならあると。でここで一発バリアで壊して2発目3発目で致死ダメージ無視、はい、でこの後一発殴るんですが、ここ致死ダメージ無視本当にギリギリ届かなかったんですね。でこれ届いていればこの時点で厳選もう1個消費してるんで、まあ、ここをもう少し火力が高ければもう1回分攻撃回数温存できて、はい、ここで厳選消費、ここからは厳選消費しまくりですね。で落とすという感じで、はい、今回タワラちゃん殴った回数1発2発3発4567発で落としてるんで9発分全部タワラちゃんに行ってれば落とせているかなといったところでしょうか。はい、さらにもう1回分攻撃回数余ってるんですね今回。なんで厳選5回使えたとしてもおそらく落としていたかなと思います。まあタワラちゃんみたいな獅子ダメ虫回数半端ないキャラクターはこういった攻撃回数が多いリョフちゃんなんかでだいぶ落としやすいかなっていうところですね。リョフちゃん耐久捨ててる分こういうとこ優秀なんですよね。はい、としてどんどん硬いキャラいきましょう。エビッちゃん戦力1500万、細かいところはこんな感じで、はい、見ていきますが、踏破6ターンのエビッちゃん相手、はい、まあ全然ダメですね。9発殴り続けて、まあ、半分も HP 減らすことができませんでした。で返す刀で落とされてしまうというところで、まあ、もうガッチガチ中のガッチガチキャラクターは全然歯が立ちませんね。はい、同じくこれはガラハット1590万、はい、細かいところがこんな感じになってますが、もうガラハットなんかは当然ですが、はい、こんな感じで殴っていきますが、はい、同じく全然火力足らずと。はい、その他ハンニバル、このハンニバルに関してはもう戦力1000万いってませんね。950万の、はい、装備なんかもだいぶ先ほどまでのキャラクターたちに比べたら弱々しい装備セットのハンニバル、はい、細かいステータスはこんな感じで、はい、このハンニバルが援護入った状態で殴ってみますが、まあなんとかねここまで耐久落ちてれば一回致死ダメージ無視までは持ってけましたが、まあ、その後新月なんかでクリティカル抑制されてしまったりして、あと2発分足りませんでしたね。はい、どうして、まあ武将の中でも生粋のガチガチ系耐久キャラクター相手にはいくらリョフちゃんといえども落としきることが現状できない状態になってます。はい、どうしていかがだったでしょうか。はい、とりあえずメンテ開けてみて、まあ、最新のリョフちゃんの状態で調べてみたところ、まあリリース時とそこまで大きく印象を変えるような結果とはなりませんでした。まあ、相変わらずアーグスみたいなキャラクターはハイ課金じゃなくて、まあ、ここら辺の耐久なんかがややおろそかになる具合の育成具合のサーバーだと落としに行けるし、
まあ緑茶リリース後出てきた大ヤシだとかなんかもサイレンの上から殴って落としたり、あと帽子なんかは楽々倒して、まあ、弓書も同様ですね。まあ最新キャラクターのタワワちゃんなんかも厳然消費しきるところまで持っていけたのはやはりさすがとしか言いようがありませんね。で代わりにヨーセンとかハンニバルとかガラハッドとかエビッちゃんみたいなキャラクターには、まあ、火力面で全然攻撃が通っていかないと。まあそこら辺の関係なんかも以前と同じなんで、まあ、今回のメンテ周りでめちゃくちゃ大きく変化したっていうような印象は私的にはありませんでした。特にまあ改めて呂布ちゃんどのぐらい強くなったのかみたいな部分は迷宮入りですが、まあ現状どのキャラクターとどんな関係にあるかっていう部分が分かっていればいいと思うので、その部分の映像だけお届けしていきました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。YouTube メンバーシップもやってるので、まあ、今日この後ゆっくりしようと思ってたんですが、まあ、せっかくなんでね、ガラハッドちゃんとハンニバルのダブルデッキこの前映像出したと思いますが、まあ、あの映像ハンニバルとガラハッドちゃん両方とも前衛に置いてましたが、ガラハッドちゃんを前衛のハンニバルを応援出しにしたらどんな風になるかみたいな映像この後 YouTube メンバーシップ限定で収録してお届けしたいと思ってますので、興味がある方はこの動画の概要欄に YouTube メンバーシップの映像もありますので、そちらも覗きに来てくださいね。はい、それでは。おっす。